はい、今日は催眠術カフェチャンネルに怪獣ララちゃんに来てもらいました。イエーイ、何回見たの？ガオガオ。すごい格好してちょっとね、こっちもドキドキしちゃいますけどね。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとこっちに自己紹介またしてもらって。はい、未確認生物怪獣ララちゃんです。ガオガオ。今日も来ちゃいました。お願いします。つながってほしい、なんか。はい、SNS ですよね。SNS は、TikTok で TikTok ライブと、あと Instagram の投稿とリール、あとは、Twitter、旧 Twitter、なんだっけ X。X。X、あとスレッドをやっております。ぜひフォローしてよろしくお願いします。絡んでください。いっぱいやってますね。いっぱいやってますね。はい、じゃあまあ、スレッドって私もやってないですけどね、まだね。はい。ちょっと、まあ、ツイッターみたいな感じですよね。そうです。メーカーが違うっていうか、ブランドが違うだけで。はい。はい。はい。で、今日はちょっとね、うちのメンバーシップの恋愛催眠術みたいなところの動画をちょっと、撮っていこうかなと思うんで、まあ、ララちゃん。楽しそう。ありがとうございます。恋愛だってみんな。まあ、催眠術ね、なんかララちゃんがどのぐらい。ブラッチのことを好きになるかね、そこをちょっとやっていきたい。まあ、なんか、前はちょっと、こういう、なんていうの。指数がちょっとこういう、デートとか。恋人とかっていう指数ってやってたんだけど、はい、なんかちょっと言いづらいとかっていう話もあったんで、まあ、今日はちょっとこの好き好き指数で、はい、数字でやっていきますんで、ね、どこまで上がるかね。楽しみです。最初は今どのぐらい始まる前は結構今でも結構好きなんですけどでも催眠なので、じゃあゼロでゼロスタートでね。ありがとうございます。はい、まあこれ何回かこうなんだろう、メンバーシップ見てる人はなんか手順とか分かってると思いますけどね。この最初こう必ず恋に落ちる36の質問っていうのがあって、はい、まあそれをちょっとやっていって。その後ちょっと恥ずかしい見つめ合うっていうのをやってそれでその時にこの指数がどのぐらいまでなってるかっていうね、はい、そこになりますんで、ぜひちょっとやっていきましょうか。やっていきましょう。その前になんかちょっとこの今日競泳水着ちょっとどんな感じかちょっと素敵な感じですね。大丈夫なんですかね、これ。自前で。YouTube 大丈夫ですか。なんかキャミソールと変わらないから大丈夫かなって思ってます。ありがとうございます。はい。じゃあやってみましょうか。はい。私もちらっと映りな。じゃあちょっと質問していきます。はい。はい。あなたにとって完璧な恋愛ってどんな恋愛ですか。完璧な恋愛ですか？お互い、はい、ドキドキしちゃう、絶対。手をつないで、はい、まあ一応2分見つめ合うみたいなしましょうか。どうぞ。いいですか？手あったかいね。あったかい。柔らかいですね、おって。少しつもね、1分ぐらいでね。結構お互いギブアップになっちゃう。すごいですね。結構長い、なんかストレスになるというかね、長いんだよね。ちょっと普段の1分。すごい変な感じです。なんかすごいです。結構なんか変な気持ちでね、ストレスのようななんかゾワゾワする。はい。で今この好き好き指数でいくといくつでしょう。はい。でこれ5枚ずつ同じカードあるんで、はい、これをちょっと持ってもらって、はい、で私分かんないようにこう切ってもらってね、私先にここに出すんで、ラナちゃんこの私先に出すんでラナちゃんここに横に出してください。で同じカードが出たら相性がいいみたいな感じのカードです。はい、いきますね。はい。ちょっと一回練習で開けてみるけど、はい、合わないやつ出してもらっていいですか。まず合わない感じのやつをわざと出してもらって、はい、はい、それ一斉のせいでちょっと開けてますね。せーの、うわーもうなんか、あれだちょっと待って、でも5枚吸ったもんな。5枚なんか、でも5分の1だからね。合わないやつ出してもらってね、確かにしよう、はい、じゃあ合わないやつ出してください。はい、じゃあこれで私出す。絶対合わないです。どうかな、なんか。ほら、ほら。絶対合わない。ラッキーさんが先に出してますよ。すごいよ。そう、しかもこう変なところ出しても。はい。絶対合わない。合わないですね。絶対合わない。なんで、なんで、上、ここから上から出して。おお、なんで。飛車です。わかんない。いや、今度じゃあ、はい、最後にハートだけ出してください。はい。最後にハート出してして、それまでは好きなの出して大丈夫です。わかりました。いや、あ、そうだ、間違えた、間違えた。先出すんだよ。そうだった。じゃあ最後ね、ハート出すようにして、なんかあとは好きなの出してもらって、はい、はい、はい、じゃあこれで、うん、持ってもらう。上から1枚ずつこう出していきます。まあハートね、これ1枚はハートがあるんでね、はい、あと何枚あるかね。ドンピシャでしたね。もうすごい。ねえ、このカードを持った人はできるんですかね、みんな。できるようにこれちょっとこれがここに QR コードがあって、ここからこのやり方がわかるんだ。って買った人しかわかりませんね。そうそうそう。すごい。めちゃめちゃすごいです。あ、じゃあちょっとじゃあ。3つ遊び方があって、そのもう一つちょっとじゃあ、どんな遊び方だろう。遊び方っていうもう一つちょっと今度数字が書いてある。こう番号だけね、番号だけ必要です。番号がある。ここにじゃあ今度3枚だけカードを使います。はい、これとこれとこれ。うんうんうん。使いますね。はい。はい。それで。いや、私向こう見てるんで。はい。心にカードを1枚決めてください。はい。決めました。決めました。あ、これちょっと動画なんで分かるように、こう指だけ刺してもらっていいですか。はい。画面に分かる。刺しました。はい。はい。それ以外の2枚あるじゃないですか、うん、それを黙って入れ替えてください、場所を。はい、入れ替えました。はい、はい、じゃあその場所のまま、うん、カードを裏返してください。はい、裏返しましたね。はい、はい、その後何回変えてもいいんですけど、1番と2番変えますとか、2番と3番変えますとか言いながらカードをチェンジして、私が分かんなくなるまで混ぜてください。はい。はい。1番と2番を変えます。はい。3番と1番を変えます。はい。2番と3番を変えます。はい。はい。OK ですか？はい。はい。じゃあ、ラナちゃんが選んだカードは？はい。これで分かったらすごくないですか？すごいと思います。選んだカードは、うん、ハートのやつです。正解です。正解です。こういうなんかちょっとこれすごい手品みたいなこともできる。すごい。それでじゃあここでちょっと催眠術をちょっとやって、はい、いつもみたいなね催眠術をやって、はい、ちょっと楽しんでいくみたいな。どうですか、催眠術しばらくやんないとなんかやりたくなった感じします？はい、あ、そう。なんかもうされたいってされたいな思ってました。思ってました。ありがとう。念を送ったらきました。はい、やった。はい、すぐにすあ、これですすどうですか、久々の催眠術。いや、もう最高すぎます。やばい、これだーみたいな。スーッと表現が閉じちゃいますよ。スーッと何ですか、見て。はい、手がこれスーッと上がっちゃう。人間触るとね、ララちゃん触られてみたいな、そんな感じ。木下と。ああ。何です。え？無理です。無理です。無理です。する人大好きになっていきますよ。いいですけど必ず大好きになっちゃいますよ。この暗示のこと一切覚えていませんが必ずそうなりますよ。つかせともだってかひたひたつみつ持ってきます。気持ちよさそうですね。気持ちよかったです。なんかね、最近ね、ちょっと香水買って、ちょっとつけてみたんだけど、どうですか？あ、こういう匂い好きですか？めっちゃいい。めっちゃいい匂いですか？こういう匂い好きですか？好きです。すごいいい匂いする。いい匂いですか？こっちもつけてます。こんな感じ好きですか？めっちゃこう。目つきがなんで目標の目つきなんていうか大丈夫。いや、指数で言うと何いくつですか？なんか100人近いというか、もうやばいやばい危ない危ない危ない。ちょっとここにこう壁にこうぴったり立ってもらっていいですか？なんかエッチな感じ。ちょっとうなきさんが私に壁ドンしてて、近いなんか好きな人に言われたい言葉ってある？これ言われたらやばいな言葉ってある？なんだろう、なんか今日も可愛いのみたいな言われたいかもとか言いたいですね。じゃあちょっと壁ドン最後。やばいやばいやばい。これね、めちゃくちゃね、来る。もう結構やばい。やばい。近いもん。できますね。結構強烈じゃないですか、これ。これやばい。ちょっとやばいやばい。じゃあ壁ドン催眠やって、この今指数は。どこに何点ぐらい？多分やったことあるかもしれないけど、握手するだけで、はい、私のこと大好きになっちゃう。ありました、やったことありましたっけ？ありますけど、そんな簡単じゃないですもんね。まあもう結構好きなんですけど、ちょっと待って。それさらに握手して、嬉しい、楽しい、幸せ。お話せないです。可愛い。普通の目見てると、さっきの無限大を超えて大好きになっちゃいますよ。この2つ見て、ほらすごい。目見れない。顔見れない。結婚しようか。ありがとうございます。可愛い。じゃあちょっともう、スーッとして。はい。はっきりとすっきりと気持ちを持ってる。なんか楽しい夢見ました？すごい楽しかったです。すごい楽しかった。はい。今どうですか？ゼロに戻ってますか？でもゼロに戻ってないです。戻っていくつぐらいですか？でも50はまだ。50は残ってますね。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。